初めて290いきましたよ。ボールスピードもすげえ。そしてこっちも280。ボールスピードめっちゃ速いし、いやーいったー。はいどうも、とうとう目指せ280ヤードが完結しました。いったね。で、この企画始めてから結構経つんですよ。多分初期の頃からね、やってたと思うんですよね。目指せ280ヤードって。で、まあ僕の持ってるユピテルでこの記録を出そうと、まあ、散々頑張ってきたんですよ。デジャンボ企画だっつって、筋トレしたりとかね。せーの。3ヶ月で終わったけど。あとは、はい、途中でどんどんヘッドスピードが落ってったりとかね、夏場になってくると曲げたくなくってスイングちっちゃくなったりとか、この辺とかね。まあね、そんな感じで、まあやっては叶わなくてやめたりとか。で、今年春にちょっとレッスンに行って、で、スイングをちょっとキック変えたんですよね。で、そこから、まあ、一回スコア落としてどうしようかなっていう感じになったんですけど、まあ、ちょっと続けてみようっていう形でね、スイングでかい方がいいよっていう感じでね、知り合いにも言われたんでね、信じて、信じて、まあ、それをね、まあ、続けていったんですけど、で、そこから、まあ、ヘッドスピードも上がってきたりとか、結構、ドライバーもね、安定したりとかしたんでね、今回、なんかしてヘッドスピードが上がったんですよ。それはね、最後まで見てもらうとわかるんで、よかったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、どうやって280ヤードが出たか、見てください。どうぞ。はい。今回、縦撮りなんですけど、ショート動画や、インスタにね上げるために撮ってたものになるんで、まあ、そんなね期待しなかったんですよ。そしたらね、こうやってびっくりするぐらいの距離がね出たので、まあ、ちょっとね目指してみようかなと思って撮影を続けてました。で、これはヘッドスピードを上げる練習、軽いんでね、結構早く振れます。で、ちゃんと取れてるかの確認。で、これで振ると、まあ少しヘッドスピードは上がるんですけど、まあすぐね、溶けちゃいます。魔法が。あとは、この普通に持って、フルスイング、これ2回やると体が疲れます。これもね、一発だけならとってもいいスコアが出るんで、やってみてください。すいません、今飛ばしヤードのデータが出てないんでね、わかんないんですけど、多分大した数値は出てないと思います。で、何発か打っていくんですけど、まあ大していい数値もなく、体はどんどん疲れていくんで、もう何発か打って休憩に入ります。今の疲れたな、ちょっと。本当フルスイングすると疲れるんです。最後にスロー動画を撮って、今日の練習を終了っていう形でね、終わろうと思ったんですけど、これがバカいい数値が出たんです。
Perfect! 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 レンジボールで280を超えました。ということでここからは自分のね、コースボール使って目指せ280ヤードやっていきます。でヘッドスピードが53ぐらいになると280いくんですよ。280ヤード以上打てる人のヘッドスピードは。この動きは芯に当たったよっていう僕のアピールです。今日のベストかな。まあ自分の中では納得のいくいい当たりだったんですけど、まあ数値的にはね、まあいつもと変わらないいい当たりした時の感じでしたね。でまだ時間あったんでもう一回本気で打ったんですけど、この一発目でちょっと気づいたんですよ。なんか違うなって。まあ皆さんもこの一球を見てなんか違うなってのを感じてください。わかりました？ここです。ここトップがね浅いんですよ。でなんで浅いかというと右手のグリップがすごい強かったんですよね。で結果としてはヘッドスピードも上がらない。で次はそれを意識して振っていきます。トップの位置が違いますよね。で今の2球を比べるとこんな感じです。でここまでやるとよくわかります。そしてあとやることはただ一つ、このゆるグリップでこのヘッドスピードを出して芯に当てること。これができれば280行くんですよ。ということで記念すべき一発です。初めて290行きましたよ。ボールスピードもすげえ。そしてこっちも280。いやーボールスピードめっちゃ速いし、いやーいったー。ご視聴ありがとうございました。左が過去の最高値です。で今回ユピテルで280ヤード到達ということでクリアー。じゃあ次は何やるかっつったら飛ばしヤードで目指す300ヤード目指していきますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。